はい、本日はですね、僕が気になる新作の、商品のニュースをお伝えしていきたいなというふうに思います。今回ね、第1弾ということで初めての試みになってるんですけども、僕が今気になってるちょっとこれから発売する新アイテムとか新作とかでね、こんなん出てんや、でもどうかな、あ、面白そうやなみたいなのがね、何個かあるんですよ。だから今月1回ちょっとやってみて、もしこれが評判良ければ11月編もやるし12月編もやるし、やっぱ洋服ってそれぞれ新作出てくるからね、あ、そういうのキャッチするの苦手やねんなっていう方がいらっしゃればね、これ見ていただければ、あ、こんな新しいのも出んねやと。ではもちろん全部が全部お伝えはできないんですけども、僕がね抜粋して、例えばよく僕が紹介するようなノースフェイスとかね、あとアークテリクスとかね、まあ、そういったところを、こんな新作出てますよとか、こういうラインが出てきたんですねなんていうのをね、お話ししていこうということで初の試みでございます。なのでね、今日の流れとしてはですね、まあ、今月の気になるニュースっていうのを 1,2,3,4,5,6,7 ご紹介していって、ここら辺にね、今本日の流れ出てるところに画像とかを置いた状態で、あ、こうですよね、ああですよね、かっこいいですよねなんて言いながらね、お話ししていこうと思います。はい、なんとなくねイメージはつかめたでしょうか。まあ、いかんせん喋りながらね、僕もねわけわからず喋っておりまして、どんな感じになるやろうなっていう感じなんですけども、まずはじゃあ一つ目からいきたいなと思います。まず一つ目っていうのがですね、ノースフェイスの新ラインが出たんですね。そんなんが出てんやと。ノースフェイスといえば、いつも僕が紹介してるのはゴリゴリなね登山系とかアウトドア系かなと思ったら、もうちょっとファッショナブルな登山が出てきたんですよ。そんなもん出てきたんっていうとですね、ジップエクスプレーションっていう、読み方合ってるかどうか分かりません。そういった、ね、名前のやつが出てきました。これ出てますよね。かっこいい、洒落た人じゃないですかと。こうやったら大人の雰囲気出てるよねということで、あんまりローとかがそんな主張しないかな。あ、ローあるな。一応あるのはあるねんけども、まあ、見るからにこう大人の男性とかね、大人の方に向けたファッションラインかなと思います。なんか新システムでね、ジップインマグネシステムっていうのが出たらしいんですよ。これ何ですかって言ったらね、よくノースフェイスでね、ジップインジップって言ってフリースアウターガッチャンコできますよとか、薄いダウンジャケットとアウターガッチャンコできますよなんていうのがあったりするんですよ。で、それのさらに上位版というかな、まあそれの新バージョンというかな、それがジップインマグネシステムっていうやつらしいんですけど、いかんせんね、まあ僕も使ってないからよくわからないんですけども、これね、まあジップが新しいっていうのもそうやし、それ以外のやったらちょっと大人の方に向けたね、アウトドアのアイテムっていうのと、あとね、難燃素材とかがあるらしいんですよ。難燃素材って聞いたことあんなと。そうですよね、燃えないんですよねなんて言って、洋服ってやっぱ燃えちゃったら終わりじゃないですか言ったりしてるんですけども、難燃素材っていうやつはですね、よくなんだとかでも出てるんですけどね、今手元ないな、なんだとかでもよく出てるんですけど、焚き火とかのね、火の粉って飛んでくると、やっぱり今までのアウトドアのアイテムってちょっと弱かったところあるんやけども、このラインもね、そういったところを対応して、こうキャンプとか自然とかで使った時の火の粉がね出ても安心ですよというラインが出たらしいです。へーという感じなんですけど、まあ僕ね、もしかしたらこれもまた動画で紹介していって買うかもしれんけども、今のところはへーぐらいでは終わってます。なのでね、まあ一応ノースフェイスから新作のライン出てんなと。まあこれ人によってはね、ドンピシャの人もいてるやろしね。まあまた面白いジップのやつが出てますわっていうのがまず一つ目で、二つ目が何かっていうとね、水サーダウンですね。とうとう今月出てきますよ。水サーダウンって言って、デサント、スポーツで有名なスノーボーとかスキーとかでね、日本代表の服を作ってたブランドどこやったっけ、それデサントやないかいっていう、有名なデサントですよね。あれがとうとうこの10月に新作が出るんですよね。そうなんや、新作、何の新作ですかって言ったら、待ちに待ってました、ゴアテックスを使った新作。これちょっとマニアックすぎるかもしれないんですけどもね、今までね、水サーダウンもね、防水の生地を使ったダウンジャケット使ってて、それ11万もしてる、めちゃくちゃ高いないかいっていうダウンジャケット作ってたんですけども、それはね、いわば日本のゴアテックスみたいな会社が作ってた防水生地なんですよ。でも今回のはもうがっつりアメリカ本場のゴアテックスを採用してるダウンジャケットがとうとう今月出る予定らしいんですね。まだ出てないんですけど、この撮影してる段階では。もうこれは注目ですよね。まあ、おそらくね、これ見ていただいてる方の中でもね、買おうと思ってる貼る方とかもね、いらっしゃるかなと思うんですけども、それが出てたりとか、あとね、ちょっと別注ラインで、これどこが別注なんていう、まあ、今写真見てもらってると思うんですけどもね、こうグラフペッパーというね、これはブランドなんかショップなんかわからないけど、それが別注した水サーダウンのマウンティニア。僕も水サーダウン持ってるんですけど、それはもうちょっとスタイリッシュな細い感じやねんけど、今回の別注に関してちょっとゆったりしてる別注もありますよねなんていうことで、まあ、こんなんが出てました。まあ見た目そんな変わらへんしね、まあ、シルエットとかもちろんデザイン料とかでね、価格が2万円ぐらいかな、上乗せされてるってことで、まあこれ13万円するでしょ。やったらね、水サーダウンのね、ゴアテックスの方がね、2万円足すだけでいけるからね、2万円の差ってあるんかなとかと思ったりするんやけども、まあ人によったらね、こういうスタイリッシュの ゆったりした感じっていうかな、ゆったりした感じの、まあ、ダウンジャケットとかね、お好みの方もいらっしゃるんかなというところで、ご紹介させていただきました。
ました。そして次がですね、こちらナンガの新シリーズが出たんですね。ナンガ雪山シリーズということで、おいおいおい、ド派手なやつ作ってきたなと、すごい目に飛び込んでくるよね。あのジャケットもそうやし、寝袋もそうやし、あとスリッパもそうですけどね、すっごいカラフルなの作ってきたなっていう感じなんですけど、これこそどこで着るんかって言ったら、もう雪山しかないですよね。これ街中で着とったらめちゃくちゃ目立つやないかいということで、まあもちろんナンガもね、あのそういう用途として作ってるとは思いますよ。その雪山で着る用途としては作ってると思うけど、まあ派手だよねと、これすっごい派手だよねという感じでね、まあ人気が出るかどうかは別として、あのすごい注目はね浴びやすいんかなというところでご紹介させていただきました。そして次がですね、これもすごい注目が浴びてるんですけど、何かというとワークマン。ワークマン注目浴びてんや、でもそんなもん今更やでって、昔からは注目浴びてるんやでって思いはるかもしれないんですけど、実はワークマンからねマウンテンダウンジャケットみたいに出てるんですよ。と嘘やんと、バンパッて見てもらうじゃないですか。いやマウンテンダウンジャケットやないかいと、これノースフェイスやないかいと、いやワークマンなんですよこれがね。言うて、確かにロゴないですね、この胸のところにね、ノースフェイスっていうロゴがいつも入ってる、あないですねと、ほんなこれほんまにワークマンなんですかって言ったらね、名前がねイージスダウンジャケットって入ってるんですよ。あイージスって言ったらなんか確かにワークマンそんなんやってましたよねと、これここまで寄せていていいんですかと思ったりはするんやけども、まああくまでねメーカーさんがねそれは別に模倣してませんと言えばね模倣してないし、模倣してると言ったらねアウトなんですけど、模倣してませんって言ってはるからね、あほんなじゃあ別物なんですねいうことなんですけども、これはそっくりで、なおかつお値段がびっくりするんですよ。いやなんといってもお値段なんですよね。これマウンテンダウンジャケットノースウェスから出てるやつって言ったら大体7万円くらいするんかな、6万7000円とか、まあそれぐらいするんですけどね、まあワークマン安いっていうのはわかるよ。やけどこれマウンテンダウンジャケットだよねと、ノースフェイスのマウンテンダウンジャケットだよね、これいくらするんですかって言ったらですね、なんとこれ桁1個間違ってるんかなと思うんですけど、5800円なんですよ。ノースフェイスの01個少ないですよねと、これでほんまにできてるんですかと、ダウンジャケットがね、これは驚きですよね本当に。だってねこれパッて見とったらね、一応まあもちろんダウンって書いてあるじゃないですか、ダウンジャケットです、そしてもって防水生地を使ってます、ほんでダウンも天然のダウンを使ってますって書いてるんやけども、まあこれリサイクルなんかなちょっとどうかわからんけども、まあこうやってね5800円でそんなんできますのっていう感じじゃないですか。だからこれはちょっと僕もね購入してみてマウンテンダウンジャケットと比較してみようと思います。まあ生地感とか、あとダウンの量とかもね、やっぱり写真ではわからへんから実は持ってみたりして、あ全然ちゃうなってなるかもしれない、これでこんな値段すごないですかって言うかもしれないしね、まあそれは分からへんねんけども、ワークマンからこれこんなもん出てましたよというところでお伝えしました。そして次のお話がね、アークテリクスからね、なんか新しいゴアテックス出てるんですよ。新しいゴアテックスで、僕もちょっとチラッとしか見てへんからよく分かってへんねんけども、新しいゴアテックスって何ですかって言ったらね、なんかどうやらゴアテックスのジャケットやねんけども、ゴアテックスのジャケットってこうシャカシャカした感じじゃないですか。僕マウンテンバーガーとかねシャカシャカしてるよって意味で、あはいはい、で裏側にね肌に当たるときもあシャカシャカしてる、あ確かに確かにって感じなんですけど、今回のこれはねなんかフリースが使われてるみたいなことで、裏側がねこう気持ちいい、だから今までってこう重ね着しやんと、やっぱ1枚できちゃうとねこの辺がなんかこう当たってるのシャカシャカしてるっていうのあったりすると思うんですけども、1枚でねパッて羽織っても肌触りもいいというような感じということで書いてあったんでね、まあこれに関してはね、あ新しい、そんなことも出ないなと、もうゴアテックス使ってるだけですごいのに、さらにそれにもう着心地まで配慮してるというね、あこんなん作ってますよねなんて話をして、で、ね、次がね最後になるんですけどもね、何かっていうとね、ダイバがね、僕去年ダウンジャケット購入してねご紹介させてもらったんですっていうのもね、もうめちゃくちゃ注目浴びてたんですよ去年2020年っていうの、なんでかって言ったらね、1年目、あのダイバ、あの釣りのブランドのダイバがこれもんですよ、このシュッシュのルアーとか釣りとかそっち系ですわ、あの釣りの語彙力っていうか、あの全く知らんからね、あの語彙力ないのを許してくださいね、もうこれもんなところからいきなりこのブランドがこっち系に来ましたよということで、めっちゃ注目されてて、もう高機能なゴアテックス使ってるダウンジャケットいっぱい出してくるぞというところで、僕去年購入してもうそれもすぐ完売したんかな、ちょっとプレネとかにもなってたような気するんですけども、あれなんか今年期間よねと、2021年あんまり台は期間よねなんて言って思ってたらですね、なんかちょっとラインが若干変わってたんですよね。でまあラインが変わってるって、別に台はからライン変えましたとは言ってないんやけども、パッて写真とか見たらあれなんかちょっとカラフルな感じ、あ釣り要素ちょっと強なったんみたいな
感じでね、僕が見たサイトが悪かったのか知らんけども、なんかそんな感じで僕個人的には思うし、やっぱり広告が見んくなりましたよね。去年は雑誌いっぱい載ってたからね、うわめっちゃ見たなと思うけど、今年ね僕いつも毎日雑誌楽天さんのね読み放題308円でね、いろんな雑誌見てるんですよ。毎月毎月メンズ雑誌だけで20冊ぐらい見てるんかな、見てるんやけども、あれ全然見えひんなと、今年大和さんあんま見えひんなと思ってたらですね、EFC ってね、アウトドアメーカーというか、まあなんかファッションブランドあるじゃないですか、そことコラボしてるやつはおしゃれな感じでした。あ、これこれ大和って言ったらこのシンプルな感じでいいと思ってたんですけども、ちょっとねあんま見んくなったなというところで、まあどないしたんかなとは思ったりしたんですけど、まあコラボとかはねされてるようでした。そんな感じで お話をさせていただきましたということで、今週ね、今月ね気になる、ニュースとしてねお伝えさせてもらったのが、まあいろいろ発売とかしたりするし、まあ新しい機能が追加されたりするということでね、お話しさせてもらって、まあ僕が勝手にねこう選んでたから、もっといろんなニュースあるんですけども、まあ、よりね僕のチャンネルに親和性の高いところっていうところでこの辺を選ばさせていただきました、まあ、もしね皆さんがね、いやいやこういう注目のアイテムもあるよとかね、いやこれがめちゃくちゃいいよとかっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄とかでね教えていただきたいなと思うんですけども、まあ第1回気になるニュースというのはですね、まあこの辺で、まあ僕個人的なニュースなんですけどね、お伝えさせていただいて、その中から購入するものも、購入予定のものもあったりするのでね、あまた近々こんな動画出るんだなとかね、あまたこの、あ俺も一回買ってみようかなとかね、まあいろいろそんなところで見ていただければいいかなと思います。ということで本日はですね、タクゾーが気になる10月の新作アイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。